2023年も半年が終わりました。上期を振り返り、毎週お届けしている温泉地ニュースや動画で取り上げてきたランキングから上期おすすめ温泉地10選をお届けします。今回は九州エリアの10選です。九州編となれば、やはり最初に取り上げるのは入浴施設に限らず、温泉関連施設も充実している別府にしました。全国的にタクシーの運転手の数が足りないという話を聞きます。別府ではその解決策に、何都市が無料のバスを走らせる計画があります。毎日の入浴に対して研究結果が発表されました。今後温泉地への移住が増えるかもしれませんね。温泉とヨーグルトによる生活環境改善のプロジェクトも進められています。今後新たなご当地グルメにもつながっていくかもしれませんね。見る温泉としておなじみの地獄めぐりがありますが、昨年12月にはミュージアムも完成しています。上期にメディアに取り上げられた数が日本でトップクラスだったのは杉の湯ホテルです。改装中だったおなじみの棚湯も今月からリニューアルオープンしています。2番目に選んだのは大人の温泉地、湯布院温泉です。日本で唯一選ばれた宿泊施設があったこともあり、このチャンネルではナンバーワン、オンリーワンに選ばれた施設だけを紹介する動画を公開しました。その選ばれたホテルは星野リゾートの界湯布院でした。このチャンネルでは界だけを紹介した動画も公開しています。素晴らしい場所にあり、ワクワクさせられますね。お風呂からの眺めも格別です。こちらの施設は JTB の優秀旅館ホテルに選ばれました。不健康だと足裏が痛いと感じてしまうかもしれませんね。湯布院の施設の中でも以前からこのチャンネルに登場し続けているのが立花、大人の隠れ家ですね。こちらは高級施設の予約サイトで高評価の金門港、森の中で静かな大人の時間を堪能できそうです。砂蒸し湯でおなじみの指宿温泉を選びました。プロが選ぶホテル旅館100選ではトップ10に複数の施設が入っている唯一の温泉地です。日本では温泉旅行に求める要素として食も特に重要視されています。ご当地グルメの開発は嬉しいですね。今回は日帰り入浴施設も紹介します。この砂蒸し会館の知名度は日本でもトップクラスかもしれませんね。ホテル旅館100選で九州トップはこの白水館です。施設内でも砂蒸し温泉が楽しめるのは嬉しいですね。こちらも観光業界のプロに評価されている施設です。料理部門はなんと39年連続で1位という快挙が続いています。金賞を運営する企業は夫婦旅をテーマにした施設を展開しています。インフィニティ風呂で日頃の疲れを忘れられそうですね。昨年の新幹線駅開業で91年ぶりに鉄道が復活したのが嬉野市。嬉野温泉は三大美肌の湯の一つに数えられています。9月には1周年記念を迎え、お得なキャンペーンも行われるようです。お茶は有名な嬉野で新たなご当地グルメが生まれようとしています。これまでは廃棄されていたキュウリが有効活用され、かつ新たなお土産にもなることが楽しみですね。素敵な宿泊施設としてだけでなく、新たな取り組みが行われているのが又屋別荘。お子さんに優しい施設が続きます。お子さんと一緒の家族の宿泊に特化している初寝荘、浴室は滑りづらい畳敷きになっています。こちらはなんと忍者部屋がある施設です。こちらの施設も浴室には畳が敷かれています。5番目には人吉温泉を選びました。上期は様々な施設が復活する素晴らしいニュースが続きました。建物の新築、屋号の変更などぜひ皆さん調べてみてください。こちらは2月にグランドオープンしました。地域応援キャンペーンも開催されており、ぜひ出かけましょう。このチャンネルの有形文化財の動画にも登場しているのが人吉旅館。地域応援キャンペーンの利用期間は11月末まで続きます。5月にリニューアルオープンした鍋屋は名称も変わりました。
リニューアルした施設に出かけましょう。 JTB の優秀旅館ホテルに選ばれたのが鮎の里です。熊本イクモン旅割を使い人吉温泉へ出かけましょう。これまでなら黒川温泉を選んでいましたが、今回は南大国温泉郷として選びました。とはいえビジネス面からも注目されるのは黒川温泉。温泉地を一つの旅館と考える黒川温泉は、今後も旅館協同組合の展開が楽しみですね。地元の温泉水、地元の杉のエッセンシャルオイルを配合したバスオイルもご当地感が満載です。温泉地を一つの旅館と考えるとは言いつつも、それぞれの施設もとても完成されており充実しています。セレブが愛した温泉地を紹介する動画で登場したのがこの竹笛。門から建物、風呂まで圧倒されます。こちらも大きな敷地に12室しかないという贅沢な宿です。名前もとても素敵です。独特な雰囲気を感じさせられるのがこの杖立温泉。福岡からバスで黒川温泉へ向かう途中で突如登場するこの景観には誰もが驚かされるでしょう。春には名物の鯉のぼり祭りが開催されました。このお祭りは多くのメディアに取り上げられています。温泉街にはぜひ入浴したい共同湯が複数あります。歴史や名前の由来も調べてから入浴すると楽しさも増えますよね。 JTB の優秀旅館ホテルに選ばれたのがこの肥前屋。それぞれの県に立つ建物をつなぐ廊下では県境をまたぐことができます。設立10周年を迎えた旅館グループ日本味の宿の施設です。味わいのある施設ではご主人自らが料理します。温泉街で長い歴史を誇るのがこの老舗旅館。ゆっくりと蒸し湯を楽しみたいですね。いよいよ残りわずかとなってきました。温泉地からのニュースは見つからなかったのですが、今後のご当地グルメ化に期待したくなるニュースがありました。世界で人気のジャパニーズウイスキーが今後霧島のご当地感を増すようになり、みんなが出かけたくなることを期待しています。霧島温泉といえば思い浮かべることの多いこの霧島ホテル、和風ですが日本ではないと思わせるようなスケール感ですね。さまざまな予約サイトで高い評価を受けているのがこの施設。ラビスタとは眺望、絶景を意味するスペイン語です。温泉郷の中心的存在丸尾温泉にあるのが清流荘。複数のレアな泉質をこの施設で楽しめます。霧島湯の谷温泉の一軒宿は山あいにある山荘です。泉質、水温、異なるお湯をじっくりと楽しみたくなる人気宿です。うまかもんに出会うことができ、アクティビティも充実している阿蘇。温泉地は阿蘇山の周辺に点在しています。上木はあまりニュースを目にすることがありませんでした。阿蘇市にある内の巻温泉といえばおなじみの町湯。町湯を巡りながらの食べ歩きも楽しめます。抜群の眺望を誇るのが熊本駅や熊本空港、黒川温泉、湯布院温泉をつなぐバスのバス停がある阿蘇プラザホテルです。南阿蘇村の白水温泉には南阿蘇の大自然を感じる施設があります。迫力ある山を遠くに眺める入浴は最高ですね。こちらも南阿蘇村にあり、高い知名度を誇る地獄温泉にある宿です。いつかは行きたい秘湯ですね。最後を飾る温泉地は原鶴温泉を選びました。守りたい夏の風物詩鵜飼は他のエリアでも新型コロナの影響が大きかったと言われています。鵜飼、鮎、美しい日本の夏を温泉地で満喫しましょう。原鶴温泉でおなじみの宿の名は温泉地を囲む6つの山に由来しています。5月から愛犬と泊まれる部屋もオープンしました。原鶴の老舗宿は2023年ロビー、ラウンジ、内風呂がリニューアルしました。畳敷きの風呂は変わらずに楽しめます。地元の旬の食材を堪能できそうな旅館とよとみ。
一枚岩から作られた迫力ある洞窟風呂が楽しめます。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。次の皆さんのご旅行の参考になればと思います。そしてよろしかったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。